吉田さん、平和なこの日本にいてですね、今他国が攻め込んでくることもないですし、動画を見ると3歳ぐらいの男の子が国境までね、3日間おばあちゃんと一緒に歩いて戦火を逃れてるっていうね、インタビューがあったんですけども、3歳っていうとうちの大和くんと変わらないですからね。いや、想像するにね、うちの大和くんに3日間歩かせるってちょっと想像できないですね。ちょっとね、そんな現実が今この同じタイムラインの中で起きていて、で、私たちは戦火の中にいるわけではなくて、このまだ平和なね、言論の自由の効いている日本にいるわけですよね。それで一人前に稼げないってのはどういうこっちゃと思いますよ。愛じゃなくてね、金だとかね、金じゃなくて愛だとか言うけど、愛してるならやっぱり稼げるはずだし、その愛情の度合いっていうのは様々ありますけども、私の場合は我が子には一日も早くチャンスをと思いましてね、私がこの年になっても全然英語の聞き取りとかスピーチができない、いくらお金を投じてもできなかったってことを考えると、やっぱりね、物心つかないうちから1歳ぐらいから英語の環境に触れさせた方がいいかなと思ったんで、お金をかけてインターナショナルスクール行かしてますけども、最近はね、英語喋るんですよ。英語の歌を歌ったりね、英語のダンスしたりとか、むちゃくちゃ発音も綺麗でたまげますよ。だからおそらく5歳ぐらいまでに英語はマスターして、そっから以降英語には全くコストかからないでしょうね。結局お安く済んだってことだと思うんですよ。で、これからの時代にも私よりは対応できると思いますしね。だからなんかこう、愛情があるならできるだろうってことは結構多くって、そう考えてみたら、金ごときはちょっとね、稼がない現状ね、やっぱりね。吉田さん、あれで塾生さんの事務所いいじゃないですか。なんか結局人を稼がして、その人に止めてもらうみたいなね、いいですねなんかそのまんまあちこち行っても多分誰も止めてくれないと思いますけども、稼がした人の家に泊まると、で、稼がした人の家の事務所とかが豪華になればなるほど宿泊先が豊かになるというね、いい旅じゃないですか。私はあんまり人の家に泊まったりしないんですけども、でもなんかね、いいですね。吉田さんもうち来て泊まったことありますけども、なんか感無量じゃないですか。なんかコメントを書いてる人がね、いつの間にかそうなって、そして今こうなっているというね。で、なんかこの億万長者合宿のリレーも随分続いたんじゃないですか。もうすぐあれでしょ、終わるでしょ、マトリックスも。あのね、悪名高きマトリックス、トンズラマトリックス、あれメタ流星鹿児島の人間だったんで、今度会ったら言っといてくださいよ。出てこないと思いますけどね。だからやっぱりね、ネットで嘘をつくと出てこれなくなっちゃうんですよ。あの例のキングオブコインじゃない限りはリアルドラゴン桜じゃない限りは全然ドラゴン桜じゃないじゃないかみたいな感じしますけどね。平和な日本なんで、しっかりと稼いでいきましょう。今日は病院です。いってらっしゃい。